なのめくん。今日のお話で質問があります。教えてもらえますか？何を聞きたいんだね。先生の気持ちです。先生は私を特別とおっしゃいました。その通り、君は特別だ。私も先生が来た時から感じてたんです。特別な人なんだって、何かが始まるんだって。3級の担任に代わって現れた非常勤講師の井田先生、本当は秘密のある不思議な人。先生、今まで私こういう気持ち知らなかったの。先生のこと思うだけで私。私がどういう立場かは説明の通りだ。確かに私にとって君は、いや我々にとって君は重要な存在で、搭乗者に選ばれた君たちの保護は作戦の最優先事項だ。わかるだろう。困らせないでくれ、東雲くん。東雲くん、君は素晴らしい。理解力も適応力も高く、操縦技術も十二分だ。君が加われば奴らに対抗できる。だが最後は君の気持ちが重要だ。勝利を得るには執念深く準備できるものでなければならない。先週起こった事件でネットは持ちきり、上陸してきた侵略者の群れを謎のロボットが防いだからだ。君たちでなければこの危機を克服できないんだ。君たちで来ん。先生は私をあれに乗せることだけが望みですか？この都市で攻撃を防げなければ世界は滅びると言っていい。先日の初戦では撃退に成功した。市街地の被害も中心部を避けて最小限に抑えられている。だがあの侵攻はまだ本気ではない。本格的な襲来は間もなくだ。おい、どういうことだ？A 君。近づくなって言ったのはあんただろ。なんで涼子先輩につきまとってんだ？関ヶ原君。やめて A 君。私が呼び止めたの。先輩。そういうことです。しかしこれでは目立ってしょうがない。私は行きます。待って。いいよ、私、先生が望むならあれで戦います。いいのですか？決めました。では放課後に落ち合いましょう。作戦会議で詳しい説明をします。待てよ、俺も行く。君も作戦に参加してくれると？ああ、してやるよ。涼子先輩と一緒に行く。実に喜ばしい。それでは放課後に。本当にいいのかよ？いいのよ涼子。松井機長、制圧。エリア D7 は第7波、残り23。14番が進路を抑え込んだわ。あと少し。気を抜かないで。14番機損傷。東雲君、一旦離脱するんだ。私、まだやれます。
援護して。17番応答がないわ。森村先生、何か変です。関ヶ原も反応がありません。システムが攻撃されている。どこから？レーザーリンクから侵入されてる。攻撃は15番機からです。関ヶ原か。関ヶ原が各騎兵に発信しています。この子たちも奴のせいで。伊田先生は私たちを脱出させるために最後まであの戦場に。伊田先生、私たちを最後まで。ここが奴のアジトというわけか。426は凶悪犯。安易に踏み込むのは危険だ。伊田先生は言っていた。勝利を得るには執念深く準備しなければ。囚人番号426、あいつが未来で収監された時の名だ。時間を移動して我々の邪魔をする。ここが奴の4、2100年製の銃だ。いざとなればこれであいつは。弾はまだ残ってる。涼子さん、追い詰めたぞ426。報いを受ける時よ。囚人、あいつが見伊田先生、連行する。嫌だと言えば。逆らうならそれでもいい。その頭を打つ理由ができる。どうしたものかな。どう、もう逃げられないぞ426。俺が426だと誰から聞いた。アクセス履歴よ。関ヶ原へ、あなたが。
疲弊を狂わせたプログラムは426の ID で作成されていた。間抜けな証拠を残したもんだな。どうした？あなたの狙いが何なのか、今さらそんなものに興味はないわ。私が許せないのは先生のこと。あなたのせいで伊田先生は。君はまだそんなことを言ってるのか。どうしたもの？話はもう終わりよ。ここで撃ち殺してやる。じゃあ撃てよ。撃ってみろ。ほら。バカにするな。トリガーがロックされてるだろう。俺を撃てないように設定されている。力ずくでだって。その怪我で。それに何をする。やはりからか。もうすぐ薬も切れる。リョウコさん、すまない。あなたを救えなくて。